こんにちは、タロットティアラのレシタロットチャンネルにようこそ。こちらのチャンネルでは、私タロットティアラがその時気になった人物や事件、ニュースなどをレシタロットで読み解いていくチャンネルです。そして今日のテーマは、ジャニーズ崩壊、東山社長でジャニーズはどうなっていくのか、ジャニー氏地獄からのメッセージ、後編です。前編では、ジャニーズが崩壊していったスピリチュアル的な意味や、東山氏とジュリー氏との交際についてお話ししました。こちらの後編ではね、東山社長でジャニーズはどうなっていくのか、そしてジャニー氏からメッセージをもらっていきたいと思います。今、あの世からジャニー氏はどう思いながら見ているのか、そしてジャニー氏の隠されたカードのお話もしていきます。隠されたカードっていうのはね、大抵の人は生年月日から見えたパーソナリティカードと星座からの1枚、全部で2枚なんですけど、ジャニー氏にとってはですね、3枚あるんですね。なので隠されたカードのお話は、この間のジャニー氏との動画ではお話ししてなかったので、今回は特別に隠されたカードのお話もしていきますので、最後までお付き合いください。被害者補償です。9月13日、ジャニーズ事務所は、被害者補償と再発防止策について、被害者救済委員会を設置し、金銭補償の受付を実施すると発表しました。かつ、驚きの策も発表されました。出演料はタレントへ。今後1年間は広告や番組出演料はすべてタレント本人に支払い、芸能プロダクションとしての報酬を受けないと発表しました。これはですね、現存するタレントが流出しないための引き止め策なのではないかと私は思います。そして気になるのはこのことです。賠償額です。弁護士さんの話によると、肛門性交、口腔性交は強制性交罪にあたり、賠償額はおよそ300万から400万のケースが多いそうです。被害者は数百人にも上っています。まあ、仮に100人とすると3億円以上かかるということなんですね。しかも、どんどんジャニーズ離れは始まっていますよね。次々とジャニーズ降板ドミノは止められません。ちなみに、降板タレントの出演料、各タレントの CM 出演料は、例えば岡田さんや嵐の各々のメンバーだと推定6000万円ほど、目黒蓮さんや松村北斗さんら若手タレントだと4000万円、各社合計で10億円の広告収入が断たれたという状態だったんですね。こんな状態で保証できるのでしょうか。しかし、ジャニーズの資金力はすごいんですね。ジャニーズの資金力は業界でもトップクラスの資金力と言われています。主な不動産は渋谷区に5箇所、港区に5箇所、推定全部のね、合計推定1000億と言われています。さて、東山社長に再びフォーカスをしていきましょう。新社長東山さんは、小学校6年生でジャニーズ入り。1966年、川崎市生まれです。3歳で両親が離婚。この時のお父さんはね、お酒とギャンブルで借金があったため離婚したと言われていますね。お母さんは一人で東山さんと妹を育て、生活は苦しかったそうです。しかも、お母さんが再婚した義理の父から、暴力を振るわれていたようです。そんな中、東山少年にチャンスが訪れます。ジャニー氏のスカウトです。東山さんは NHK のレッツゴーヤング公開収録の観覧の帰りに、渋谷の交差点でジャニー氏に声をかけられ、スカウトされます。それからは、ジャニー氏やメリー氏に目をかけられ、ぐんぐんスターになっていきました。さて、そんな東山さんですが、前回のね、俺のソーセージ事件を覚えていますでしょうか。それに関して気がついたことがあったので、ちょっとこちらをご覧ください。性被害サバイバーです。
性被害サバイバーという言葉をご存知でしょうか。性暴力の被害者、被害から生き抜いた人をという意味を込めてサバイバーと呼ぶんですね。このサバイバーの書いた本にこんなことがあります。性被害に遭った未成年者の中には性的に奔放になっている人が多い。なぜ性被害に遭った子は性的に奔放になるのでしょうか。性的に奔放になって性行為なんて大したことではない、性被害なんて数ある経験のうちの一つと思い込むことで心を守ろうとする防衛機能だそうなんですね。AV 女優さんなどは性被害などに遭っている人が少なくないという話もあります。そしてここからです。被害者が少年の場合、少年が被害に遭った場合、冗談として消化させる子が多いそうです。被害少年は下の兄弟や下級生に対して加害者からされたことを遊びとしてやり、自分がやられたことは遊びの一つであって悲惨なことじゃないと思い込んで心を守るということがあるそうなんですね。この前回の東山氏のエスカレートした言動は、もしかしたら彼自身が受けた被害の防衛機能だったのかもしれません。そして前々回でお話ししたジャニーズと AV 界のつながりなんですけど、ちょっと考えたことがあります。AV 業界とジャニーズ、性を消費され AV 界の心の防衛機能で性に奔放になったかもしれないジャニーズタレントとは、ビクティム同士でね、境遇が似ているため惹かれ合うのかもしれない。これはちょっと私の気がついた仮説なんですね。この AV 業界とジャニーズの業界が惹かれ合うのは、お互いに被害者同士だからなのではないかっていうことですね。はい、これは仮説です。では、今回のテーマに戻ります。次はジャニー氏のカードをここでもう一度見ていきましょう。ジャニー喜多川氏です。1931年10月23日生まれ。これを全部バラバラにして足して一桁まで足していくと女教皇2になるんですね。2っていうのは私の動画では珍しい番号じゃないですか。あまり表に出たがらない裏方の方で成功する人なんですね。直感力に優れていて、インスピレーションで降りてきたものをパッと行動に移して、願望を具現化していける人です。そして手に書物を持ってますよね。これはこの人がとても知性的な人、頭がいい人ということを表しています。しかしこれは勉強ができるっていう方の頭の良さじゃなくって、インスピレーションとかアイディアが湧いてくる。っていう頭の良さなんですね。そして2の人が逆位置の性格が出てしまうと性的に奔放になってしまいます。あと隠し事が多いとかね。はい、そして彼は天秤座です。天秤座が持っているのは正義のカードです。正義に描かれているのは裁判官なんですね。この人は人の空気を読むのが上手で、言葉が巧み。人を説得するのがうまいんですね。なので人に言うことを聞かせたり、あと自分の欲望のために少年たちを巧みに陥れる技は、まさにこの人の力をね、悪い方に使った例であると言えるでしょう。そして彼にはもう一枚のカードがあります。ジャニー氏の隠された数字です。この1たす9たす3たす1たす1たす2たす3で20という数字になるんですね。20っていう数字も実は彼にもが持っている数字でもあります。20は審判なんですね。天使のラッパで死者が蘇るという絵柄です。このカードを持つ人はまさに死から蘇る再生能力や復活能力がすごく高いんですね。何度ピンチが来ても、例えば文集にすっぱ抜かれたり、告発本が出版されてピンチになっても、こう何事もなかったかのようにね、フェニックスのように蘇ることができるんですね。はい、そういう
20っていう数字を持っていたからこそ、今までなんとなくうまくやってこれちゃったのではないでしょうか。しかし、この審判が逆位置になってしまうと、因果応報を学ばないという悪い性格が出ちゃうんですね。と失敗を繰り返すという意味にもなります。はい。ですので、自分が20という数字を持っているとしたら、ちょっとね、ここら辺も気をつけてみてください。次は東山さんです。東山さんは1966年9月30日、これを全部バラバラにして足すと7という数字になります。戦車のカードと正義のカードを持ってるんですね。戦車はちょっと積もう身タイプ、勢いで突っ走る。芸能人に多いですね。逆位置の性格は出ると、強引すぎる。あとは欲望の悪いスフィンクスに引っ張られて、お金や権力に吸い寄せられて失敗するということがあります。そして正義。この正義のカードは先ほどのジャニーさんと一緒ですね。正義は美的センスや会話のセンスがある人です。しかしこれが逆位置になってしまうと、誰にでもいい顔をしてしまう。なのでジュリー氏にもメリー氏にも、あと付き合っていた女の子たち、女性たちにもいい顔をして引っ張っていた過去もありますね。彼の場合ね。そして濃い大きい人生を送るという人でもあるんですね、正義。両天秤にかけるって言葉ありますよね。まさに天秤を持っているのは、この曖昧な三角関係に陥りやすいという人の特徴でもあります。では、今回のポイントです。はい、今回のポイントです。新社長東山さんで、ジャニーズは再建できるのか、そして今後のジャニーズはどうなっていくのか、そしてジャニー喜多川氏からの地獄からのメッセージです。ジャニーさんがね、あの世から見て一体この問題をどう考えているのかっていうのをね、ちょっと彼にコンタクトを取って聞いてみたいと思います。はい、では早速見ていきましょう。ジャニーズ崩壊、東山社長でジャニーズはどうなっていくのか、そしてジャニー氏からのメッセージ。もらっていきましょう。東山さんもね、いろいろ過去の恋愛とかね、ポロポロ話が出てきておりますが、まさに正義のカードを持つ人はね、こっちですね。正義のカードを持つ人、三角関係に陥りやすいので、ちょっとね、不倫とか心配ですね。そして東山社長でジャニーズはどうなっていくのか、最後にはジャニー喜多川氏からメッセージをもらっていきます。こんな感じでいいですかね。はい、では早速見ていきましょう。まずは過去です。ジャニーズと、東山さんとして見ていきます。過去何があったのか。おお、ナインオブカップ逆位置、これはですね、とてもいいカードなんですね。正位置だとサンダーウィッシュカードの一つ、大満足、精神的にも物質的にも満足するというカードなんですが、逆位置になると物質的な満足だけ
が優先させる。物質的な満足はあるんだけど、精神的な満足感がない。つまり、精神的な成長がないっていうふうにも見られますね。彼自身、東山さんは、お金、経済面では成功したと言えるけど、中身が伴ってない。そういう感じですね。では、現在のカードです。ペンタクル、セブンの逆位置。これはですね、これまでの結果を刈り取るというカードなんですね。逆位置になると。これまでの結果を刈り取る。つまり悪い方向での結果も刈り取ること、責任を取るということになるんですね。まあ、尻拭いをするというか、今までの因果応報の結果を受け取っているのが現在です。そして、じゃあ、こちら。ジャニーズ事務所と東山さんの関係性。ページオブワンド。ジャニーズ事務所の、これは少年たちでしょうね。ジャニーズ事務所の少年たちは、すごくやる気があるんですね。ページオブワンドは、未熟な青年。だけど、とても情熱的。ワンドを持っているのは情熱の証です。情熱的な青年がたくさんいて、このジャニーズを再建させようっていう気持ちに溢れているんですね。そして未来に山があるでしょう。タロットカードで奥に書かれた背景は未来を表します。で、山っていうのは成功の象徴なんですね。なので未来、この人物が成功していくっていうのを暗に表しています。なのでとても才能のある少年たち、青年たちが多いんですよ。そしてこうジャニーズ事務所を盛り上げていこうっていう気持ちはすごくあるようですね。はい。では東山氏がジャニーズ事務所に対してどう思っているのかです。ソードのキング。すごいね。すごいカードが出ましたね。これはまさにこの自分の権力をかざしてモラハラ、パワハラする上司っていう感じですね。俺の言うことを聞けっていう感じなんですよ。俺様の言うことは聞けないならやめろみたいなね。そういう権力をかざしてパワハラをする人って感じ。はい。その元にいるのは情熱を持ったジャニーズの若者たち。結構ね、辛いですね。こう、再発防止のためにみんなの意見を聞いていきますなんて言ってるけど、本当はね、相当自分の意見を通そうとする人ですね。人だと思いますね。この戦車の強引さ、ゴリゴリ強引さ、逆位置のね、戦車は逆位置になるとゴリゴリの強引さが出てしまいます。なので、おそらく今はもう自分の言うことを聞かせるっていうね、暴君のような仕事してるんじゃないでしょうか。では何が障害になっているのか、あるいは何が援助になっているのかです。ソードの3、逆位置。これは悲しみですね。おそらく被害に遭った人たちの悲しみ、被害者の悲しみ、あるいは今いるジャニーズにいる青年たちの被害に遭った人いると思うんですね。おそらくね、言わないだけで。
その悲しみがずっと垂れ込めたままなんですよ。ジャニーズ事務所に。それがいかに癒されるか、この救済できるかっていうところが焦点になっているのかもしれないですね。はい、では東山さんの現在の状況を見ていきましょう。ラバーズ聖地、これはですね、恋人、恋愛のカードですね。夫婦関係がうまくいってるのか、あるいは恋人がいるのかこの時期に恋人発覚したら大変なことになりますけど、おそらく夫婦関係でしょうかね。奥さんが、木村佳乃さんがすごく彼を支えているような状況なのではないでしょうか。はい、それに助けられている、家族環境は良さそうですね。そしてあとあれかな、ジュリーさんですかね。ジュリーさんともこう馬が合うっていうか、通過の中なんでしょうね。はい、おそらくまあ昔付き合っていたと思うんですけど、ジュリーさんとの相性もいいし、二人で再建していこうっていう気持ちになっているんでしょう。ではジャニーズの状況です。ジャニーズ事務所の状況、バンドの7逆1、これはですね、今までこうジャニーズ帝国がトップの位置にいた、山の上にいた、有利な状況だった。しかし逆位置になってしまうと不利な状況になっちゃうんですよ。転げ落ちちゃう、有利な状況の丘の上から転げ落ちるという意味になってしまいます。一気に不利な状況になってしまう。なのでこれからもね、ちょっと厳しい状態はね続きそうですね。はい、ジャニーズは厳しい状態が続きます。では不安と願望の位置にはどんなカードがあるんでしょう。クイーンオブペンタクル、これはジュリーさんですかね。お金をがっちり握っている女性、そしてこれ逆位置になってるからやっぱりね、お金を出し渋るんですよ。被害者救済のためにお金賠償しますとか言ってるんだけど、結構渋ると思いますね。思ったよりも少ない賠償金額でまとめようとしている。なぜなら、まあ、ケチカードっていうかね、ガチガチにお金を握ってるから、少しでも渡したくないっていう気持ちが強いんでしょうね、ジュリーさんにね。はい、ということはやっぱりこの二人がね、後ろで結託してるんですよ。握ってる東山さんとジュリーさん、すごいね、キングとクイーンが出てきてますもんね。はい、権力を振りかざすソードのキングと、お金をガチガチに握っているクイーンと、この二人がちょっとねガンっていう感じがしますね。では未来、ジャニーズ事務所どうなっていくのでしょう。ペンタクル5逆位置、これはですね、雪の日、寒い雪の日にこのステンドグラスがあるのはどこですか。教会ですよね。教会に入れない2人を表しています。ということは、教会に入れないっていうことは悪いことをしてるから入れないんですね。罪を犯してしまったから入れない。でも逆位置になると、まあ、それに気づくっていうか、人々の優しさに気づくっていうカードになるんですけど、依然として厳しい状態は続く。
あと不倫っていう意味のカードでもあるんですね。なのでこの二人が実は裏で不倫をしてるとかね、そういう可能性もちょっとありますね。この不倫カードが出ちゃうとね、正しい行いをしていない二人、不倫カード。では最終結果どのようなカードが出るのでしょう。ワンダナイト逆位置、これはですね、正位置の場合だといい変化、突然のいい変化を表します。人が出てませんよね。人が介入できないという意味のカードです。人が介入していない突然の変化、まあ世論の風っていうかね。で、逆位置になると突然の悪い変化になってしまうんですね。まあ、世論のが収まらないっていうか、はい。なので、風の変化、風の時代ですね。これの2つを見るとあまりいいカードではないし、経営の2人も怪しいし、全然再建しようっていうか、力で物を言わせようとしか考えていない感じが、ゴリゴリのね、地の時代を引きずっている様子が感じられるので、ちょっと再建難しいんじゃないかなって思いますね。世論が許さない。そしてそうですね、この悲しみ、被害者たちがこう騒ぐっていうか注目されるんですよ。依然として運動がこれで沈静化するかって言ったら、もっと大きくなっていく。はい。なので世界的にもね、許されないことですからね、その性的な暴行っていうのはね。なので世論が収まらない、この二人ではまとめられない、ちょっとあまりいい結果にはなっていかないような感じがします。ただジャニーズのいる若手の青年たち、とても情熱があって才能があるので、あるいはね、この泥ぶれから逃げ出していく方向に行くのかもしれません。引き抜きが多くなってきたりね。はい、引き抜かれることは多いでしょう。ちょっと再建難しそうな感じがします。では、ジャニー氏からメッセージをね、地獄にいるジャニー氏からメッセージをもらっていきましょう。この地獄にいるっていうのはね、TOKIO の永瀬さんがね言ってたんですね。ジャニー氏はかっこいいから絶対に地獄に行くと思うっていうふうにね、僕も地獄に行くから待っててくださいみたいなねことを言っていたので、地獄からのメッセージとしました。そしてジャニー氏は今何を考えているのでしょう。フォーブペンタクル、聖地。すごいね。この、ジャニーズ帝国を守りきるっていうことだけしか考えていなかった。っていうふうに出てますね。がっちり掴んでるでしょう。なので、地獄の底からでも、お金のことしか考えてないんですね。お金のことと権力のこと。自分が今まで築いてきたたくさんの土地や建物ありますよね。あとジャニーズ事務所が築いてきた1000億のお金。それを守りきってほしい、守ってほしいっていう気持ちがね、未だに強いですね。はい。で、自分はこれだけ成功した
形にしたんだから、称えてもらうべきだろうみたいなね。むしろ。そういう全然反省の色がないですね。はい。そして、あの世からでも、お金や権力のことだけを考えている人物。まあ、ジュリー氏と東山氏に守ってほしいっていうことを伝えてますね。はい、結局、反省や謝罪っていうことは考えていないようです。未だに。ガチガチにお金を握っているホーブペンタクルのカードが出ました。しかし、ジャニーズは今後かなり厳しい状態になっていくと思います。まあ、才能の流出はね、避けられないのではないでしょうか。このように出ました。皆様はどうお考えでしょうか。こちらのチャンネルでは、タロットカード78枚の知識が身につくチャンネルになっております。よろしければ一緒に勉強していきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。